こんにちは、りょうです。こんにちは、りょうです。違うやろね、誰やろって。多分まだ登録者なんかね、少なかけんが、あ、これ誰やろって、まあ、気づきもせん人も多かやろうけど、私が、本人です。りょうです。今回これです。今今年ね、まだ1月、もうちょっとでも2月に入るけど、この2022年最新スパシャンで、知っとる人ももしかしたらおるかもしれんけど、スパシャンがなんとね、テレビ CM で、あ、よるもんね。で、これば友人が、てるちゃんがね、これば勝ったってっていうのがね、おいがこれもうこれ2020年やっけんが、もうまあ言うたら、もう1年以上全然経っとって、あんまりヘッドなんとけど、もうおいはスパシャン恋で、もう2本目やけんが、ある程度使い方のね、分かっとくけど、てるちゃんはスパシャン、まだまだ初心者。で、これまだ開けてないやつ。これはね、どがん感じかって言うとば、見ていこうかなって思いよる。で、そこで、スパシャンの、この入り口っていうか、金額とかね、おいみたいに、もうスパシャンはこんなもんなんだって分かっとる人はよかとして、その、分かっとらん人ね、は、どがん感じなのか、どういう、まあ、経緯で購入に至ったとかね、そがんとば、てるくんに、今から聞いていこうかなと思います。じゃあ、この、2022年、スパシャンは、てるちゃんが買おうって思った理由って何？りょうちゃんが勧めたからです。勧めたおらんちゃんね。なんかあるはずやんね、理由のね。おいが勧めたかな。うん。りょうちゃんがこれで、うんうん、俺の車をしてもらって、うん、めっちゃ良かったんです。あーそれで、あー、そっかそっか、そういうとなったね。そうそう。てるくんの車はね、一回、洗車しようかっていう話になって、そしたら、おい、これ使えるランケンがしてみようかって言って、そうそう、スパシャンバ使ったと言ったね。そしたら、たまたまかもしれんけど、会社に行っても、えらい車綺麗しとんねっていう、うん、なんか意見ばもらったっていう話はしとったね。うんうん、ただ、スパシャンバ買おうと思ったって言うけど、これの前にもなんか買ったって言ったよね。ああ、スターターキット。スターターキットっていうやつ。調べてもらったら出るかもしれんもんって。おいは、それに関しては全然詳しくないもんね。で、実際、本題よね。これ。何がどう変わっとるかっていうところね。実際、おいはスパシャンバーもうこれ2本目で、まあ、違うやつは見てきたけんが分かるとけど、これやばかよね、このとろみ、うん、これ なんかな、表現としたらこう物なんかな、食べ物とかなんか、何スライム、ああスライムに近くかな、なんかな、ゼリーとか海苔とか、そうね、スライムか、もうそんくらい結構来とるよね、うん。で、これが、こんなトロトロなのに、説明文に使用方法は、よく混ぜてみたいな。どがんやって混ぜるとかなっていうぐらい、正直、硬いよね。これやったらほら、減っとるし、この、シャカシャカ感じな、あるけど、まあ、混ざらんよね。さっき、実は、開けて、ちょっと混ぜてみよったった。混ざらんしっていうところね。で、使い方は、ちょっと今見ていくき、まあ、よく混ぜるっていうともあっけど、1に対して、これが1ね。1に対して、100。水が100。で、割って、ってなっとるね。で、車体全部ば、いきなり線で、もう、一箇所一箇所、まあ言ったら1メーター真四角とか、まあボンネットだけとか、天井だけとか、もうちょこっとずつ。で、たっぷりの水でよく洗い流す。この辺見よったら、
今までのスパシャンと一緒で、やっぱり比較はしていこうと思うよっけんが、こういうの今までで、これの前のやつも持っとったとけど、2019は正直感覚的には使いやすかった。じゃあこれがどこが使いにくかったか、濃度をちょっとでも濃ゆくしたら、乾いた後になんかな、模様ができる、まあ、のなんていうの、まばらというか、塗装でいうなんかへったくそな塗装をしたような感じで、水をじゃあすぐ当てたらいいのか、それで乾燥してもなんか残る。でこれが面倒かったのが、おいが一番、まあ、やりよったやり方が、これを塗り込んだように施工した後は水をかけながらもう一回スポンジでこするっていうやり方、これをして初めて綺麗な表面が出来上がったもんね。でなかなか、まあ、厄介た件が結構水で薄め気味に使えた。ところがあまりにも薄めたら今度コーティングの効果が弱いっていうね。で弱かったら嫌やけんが濃ゆくする。ところが濃ゆくしたらもう作業の手間が長くなる、もうなんか面倒になる、でめったに使わんくなってしまったっていうところもその理由の一つ。でそれが今回どがんなったかで、成分、おい、ものすごい成分っていうところが行ってしまうけんが、目が。今まであった成分ね、成分で違うところね、が、今、これの CM で愛用っとけど、あれが、なんて言ったかな、なんか成分っていうか、何コーティングみたいな。半導体コーティング。半導体。半導体って知っとる？半導体ってな？半導体になんか関わったりとか、なんかした。いや、全然してないです。ああ、そった、そった。へえ。そう。半導体コーティングって言われて、何のこっちゃってわかる？なんかの電子機器。うん、電子機器に使われてる、その電子機器をコーティングするやつ。コーティングチップみたいなやつじゃないですか。おうおう。その、でもチップが入ったわけは中よね。そのチップ自体はコーティングするその素材をここに入れとる感じかも。わかんないです。そう。わからんちゃんね。で、ただ、一応ここに成分っていうとの書いてある件が、まあ見よったら、まさかのね、全部一緒やんね。ただ、この成分の名前ね、メチル、なんて書いてある？メチルポリシロキサンっていうやつがなんか関わっとっとかなと思う。他のあのコーティング剤とか、あのシャンプーとか見よっても、この名前は見た記憶が、うん、おそらく、他はね、あの、何これ、溶剤。溶剤の海面活性剤。海面活性剤とかね、まあ、もう定番中定、な、もうよう見るやつだね。あと、防腐剤なんかも、まあ見らんかな、シャンプー関係では。でも、成分の、なんか詳しく載せてないようにも見えるね。そのコーティングがね、全然違うからね。最初に、普通の洗車ね。で、洗車、シャンプーする前に、まんべんなく車体に水場、今かけ寄るところね。キャップ一杯が、今、どんくらいか、っていうとか、今見よっと、
うわ、濃い。あれね、なんか液体っていう感じのないけんが、こぼしにくくあるね。扱いやすかね。入れます。はーい。で、今、キャップいっぱい入れて、どんくらいかっていうとは今見よるもんね。お、こんくらいか。大体こんな感じね。まだね。うん。あ、いや、とりあえず、こいで、で、今から、水が、コイの100倍入れていく感じかな。このスパシャンの液体だけば入れたとが数値が 2.5 やったけんが、その100倍。で、今から、2.5×の100は ?250 入れます。250ね。はい。250。いや、今はね、31。け、250はまだまだ。もしかしたらコイには入らんね。さあ、どんくらいまでいくか。250を目指す。入れないな。入りません。オッケー。じゃあ、今、ちょうど200になったけんが、あと50、水場入れて、バケツに入れてみるね。今、キャップいっぱい入れて、それに対して、そのキャップいっぱいが 2.5 っていう数字だったもんね。その 2.5 っていう数字に対しての水が、1対100で、250の水場入れた段階がこのバケツでこの状態で、指場入れて全然第一関節どころじゃない。もう感じ的にはね、なんか8ミリぐらい8ミリぐらいかな。で、とりあえず恋ではこの車1台は丸々行くとは難しかけんが、あとキャップあと2杯ぐらい足す ?2 杯ぐらい足して、そして、ここはちょっともう目分量で、水圧、シャワー場使って、ちょっと泡場、今度、立てていくね。結果、合計、キャップ3杯分入れる感じ。ほんとね、今までのとと多分全く違うと思う。じゃあ今から、キャップ2杯分足した件が、まあ、大体でね、1センチ、1.6センチぐらい今から、水を足しますバケツに対して。はい、どんくらい、もう超えたじゃんか。でこれで今から、車をコーティングしていきたいと思います。ボンネットをしてみます。一回撫でる感じで、感覚的には洗車ではなくて、もう一回片道で行ったらそれでもう濡らすってイメージ、濡らすってイメージで、もうこの段階ですぐシャワー水をかけます。じゃあ水をお願いします。はい、こんな感じですね。まあもともとそのスパシャンを施工しとったっていうところもあるけど、まあでこっちがまあ一応今の段階ではこの22年を施工してないという段階。てるくん、なんか違い感じる？違い。あんまりわからん。そうよね。わからんよね。ただやっぱり、乾燥後が問題で、耐久性だったりするとかはね、最後、水の流れるところ、ここ違ったね。一気に行くパターンか、線で流れるような感じ。ただ、水が残っとるか残っとらんかで行くに、まあそんな差はないかなって感じ。流れ方は見よる感じではわからんやったね。あんまり、弾き方、水の弾き方、変わらんやったけど、今ね、ちょっと、てるくんが、もう一回ちょっと試しにしてみましょうかっていう感じやったけんが、ちょっと今、2回ね、今2回目、1回して水場かけて、で、もう一回、けん、2往復体ね、した感じで、で、水場今、もう一回かけてみるね。問題はこっからやね、違いが出るか。
水が止まってからが問題で、どうか、なんか変わった？さっきよりか全然流れますね。流れ方が違う、水の残りが違うって感じ、うん、ボンネットに。ほうほうほう。あー、もう流れが違う、うん、流れが大きい剣が一気にまとめて流そうとしよるね。はあはあ、なるほど。あとはやっぱ耐久性とかよね、乾燥後のツヤとか、その辺が気になるね。今ここが、施工前。こんな感じね、水の流れ方。わかるかなー。はい、スパシャンお願いします。違うね、職人は。なんか昔なんちゃらコーティング屋さんで働き暮らしたって聞いたけど。家庭消臭です。次、今からちょっと水場かけてみますよ。さあ、どうなんかな。高橋くん、そんな違うですね。あ、めっちゃ流れる。これ流れ方の、まあ側面って言うとあっけど、桁違うよね。もう一回、ここ、こっちしとらんけんが、こっちはしてもらってやっぱ。もう一回ここば、こんな感じね。で、いきます。お、落ちるね。落ちる。流れるってイメージより、なんかもう落ちるね、つかんね、うん、おお。施工完了です。で、見た感じね、とあとちょっとスパシャンの特徴というかね、アルトバテンが今、まあこいで施工場したとけど、これはね、まあ触るでね、素手で、まあ手袋は普段しとけん分かりにくかったけど、素手で触った場合ね、もう何なんていうとかな、ベタベタ感がすごい。けんこれがあるけんが、水場かけて後ろから追いかけていかんばってとか、そこだよね。まあムラになりやすいという状況ね。でいつも通りに、まあ洗車場したとけど、おいが普段使いよった2020との違いの感覚ね、ムラになりにくいというか、今のところ見た感じはね、ムラが一切見当たらない。で、ボンネットはね、テスト的に、水場かけただけのパターンと、もう一回スポンジで、擦りながらね、水は流すパターンって言うと2パターンしたけど、その差も、見当たらんね。まあ、ムラが出らんやったってことは、めちゃめちゃ施工しやすい、扱いやすいってことだよね。これはいいねーと思った。はい。スパシャン2022、施工完了しました。で、おいは、スパシャン、じゃなくてもけど、まあ、スパシャンに関してはね、ちょっと扱い方とかも、まあ、慣れとし、まあ、いいところ、悪いところも、まあ、知っとるけんが、ちょっとコメントが、なんて言えば伝わりやすかっていうとあるけんが、やっぱ、慣れとらん人の、やっぱ意見がね、一番良かかなと思うけんが。で、もともと、これに行く前に、スターターキット、初心者向け、扱いやすいスパシャン、まあ、使って、それで気に入って、じゃあ、最新に行ってみるかっていう、まあ、ところやったりね。で、結果よ、コイバ使って、もう一言で、どうやった？めちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃ良かった。で、良かったって、例えば、スパシャンば知らん人が、なんスパシャン、
なんその後知らんって。そがん人に、いや、どこの良かったとか、なんか伝えるところってある？まあ、水弾きが全然違う。水弾き？はあ、はあはあははあ、あとは終わった後が、うんうんうん、なんか濃ゆく見えるっていうか。あ、色が。色が。はあ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 。なんか艶もあるし。なるほど。はい、まあ、その、感覚っていうか、やっぱ自分が下見がというともあるかもしれんけども、そういうふうに、やっぱり毎日見よる車やし、うん、で、今まで、そのスパシャン熱、多少なりね、熱かったっていうところもあるけんが、で、次に、この、スパシャンの、その、扱い、安さというか、うん、ここを嫌やったとか、ここ悪かった、なんかある？ちょっとやっぱり粘度が濃い。粘土が、あー、けんが、水に溶かすとき、どこがなんか。あ、水溶かすときも溶けたかどうかはわからない。あー、なんか、いまいちじゃないけど。うん、あはははは。は実際、その溶かすとは、その、手でかき回すとか、勢いよくその水圧場、利用した方がよかとかなんかあった。最初はやっぱり手でかき混ぜた方がいいんじゃないですかね。おー、手で、かき混ぜて、ちゃんと混ざった感じはある？うん、若干。若干。ってことは、もう一押し欲しい感じで。で、最後に水圧で。あー、なるほど。みたいな。うんうん。で、その、扱う、その、分量よね。スポンジに含ませて、その、施工するにあたって、うん、その、最初使ったスターターキットとのなんか違いってある。その、もっと濃い方、もっと、いや、薄めでいったけどよかったとかなんか。その差、どうかな。扱いやっぱりこっちが2022の方が、なんかねっとりまとわりつくみたいな、がありますね。そしたら、スターターキットと、ほぼほぼ施工仕方はあんまり意識的に変えとらん。はぁ。で、なんか、ここが良かったとか、施工しよって、例えばよ、おいで言ったら、村の出やすかった件が、うん、もう一回シャワーは水場当てながらスポンジで折っていったとかあるとけど、うんうん、なんか、保管してみたらまた違ったとかある？やっぱり一回施工より二回目。二回目？じゃあ、うん、今回そしたら二回目施工で終わった感じ？ここは三回。場所によってとか、うん、3回。で、1回目の施工と2回目の施工、うん、で、3回目の施工って違い出ると？うん、動画見てもらったら水の弾き方が1回目と分かる感じある？あると思います。おー、で、3回目でやめた感じ？うん、そんな感じですね。ははは。1回目、2回目、3回目で違うわけだよね。ってことは1回目と2回目が違ったんですね。はぁ。1回目と2回目は、明らかに差が出るわけだよね。うん、出た感じがする。うん。あ、で、やっぱり、普通に、これば購入しようと思ったら、やっぱり、最初高かったよ。高い券が出るの出ないんだろ。そうですね。ね。でも、購入してよ。その金額との、その差というか、気持ち、満足度、どんな、もう高いって感じる？高いです。高いけど、一発目はね。うん、高いけど、もう、スパシャンしかもうダメかな。ああ、もうちょっとこっち、一本で今のところ行くかなっていう。うん、はあ。で、次、このほら、今回、キャップ何倍分、結果、約 2.5 とか。2.5。約3倍。2.5 に対して水場、まあ、とりあえず100倍はしたわけだね。うん、でも、感覚的に多分100倍以上薄めたかな。うん、そう。で、ちょっと薄めかなと思っての施工をして、普通車、このワゴンに対して、分量足りた？余裕で足りた。うん、どんくらい残っとった？どうだろう。三分の一ぐらい残ってるんじゃない？ああ、ってことは、普通車で、キャップ2杯でいける。いけると思います。ああ。じゃあ、おすすめ、もしね、全く知らん人のここに来て、水で薄めるとして、キャップ2杯に対して水どんくらい入れる？
本来は 100倍ってなっとくけど、どんくらい？おす進めるのはやっぱり100倍。もうそのまんまでいく。はあ、なるほど。水の流し方とか、なんかちょっと、もうちょっと小顔やったとかなんかあったり。流し方はしっかり流した方が良さそうな気がする。あとで、その効果が追いかけてくる感じだよね。なるほど。結果、もうスパシャンにはまったみたいね。ああ、なるほど。おいはまた施工して、今から、あと水洗いでどんくらいいけるかっていうともうちょっとまた見て、で、このスパシャンのこの続編っていうと、まだいつになるかわからんけど、その弾きが1ヶ月後、2ヶ月後で水洗いのみでいったっていうとば、あとあと、今度今からね、経過ば取っていこうかなと思える。うん。今日はこんな感じかな。はい。うん。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ。そいぎ、またお会いしましょう。りょうでした。りょうでした。Ha ha ha.